おはこんばっちー、ハーチチャンネル始めていきます。今日はマイライフおじの続きやっていきたいと思います。今日はミッションを確認していきましょう。年間ミッション前人未到の4冠王、最高難易度です。首位打者、ホームラン王、打点王、そして盗塁王を取るということで、4冠王今年は目指して頑張っていきます。そして期間限定ミッションマンスリースラッガー1、こちらは難易度星3、期間中にホームランを10本を打つということで、現在4月16日、まだあと半分あるんですけれども、ホームランあと1本で達成です。2、3と続いていくので、早めに達成しちゃいたいと思います。ということで今日もおじ元気よくやっていきましょう。早速試合行こう。さあまずは巨人戦か。オーケー、おじ絶不調だからね。さあ行きましょう。いきなり2点を取られる。スライダーカーブフォーク、オーケー。ただ調子がいいのか、どう対峙してやるか。それうまい、よーし、先頭でランナーに出る、理想ですね。そして走らない、カーブか。おい、オッケー、次行くよ。来た、外されるけどチェンジアップだ、オッケー。おーっと、点をめちゃくちゃ取られる、やばいな。とりあえずおじいはランナーに出ること、オッケー、連続流し打ち。さあそしてゴー、よっしゃ、またチェンジアップ、ラッキー、ナイスラン。さあランナーがいない、おじいの前にさっきからランナーがいない。もうコツコツね、ヒット打って盗塁するしかないのか。打点王が厳しくなってくるよな。ホームランはね、打とうと思えば打てるとは思うんだけど、一番は打点だ。うまい、よーし、これが絶不調の力だ。もう一丁いっちゃおう。おい、いや今行く、今行くべきだった。あう、おっと同点、やっちまったな。さっきなんだ今の、ナックルカーブ、おお、ナックルカーブが結構変化レベルあんのね。何、差し込まれたぜ。まだ大丈夫、まだ大丈夫。おっと大量得点、え、そしてまだあれなの、ノーアウトなの。めちゃくちゃ落ちたな。変化レベル434とかすげえな。もう強振でワンチャン。中谷さんか。さあ来い、おい、ビビってますね。ストレート来いよ。おい、こすったこすった。いやー強振で、はい、諸田で。まだあと1打席あった。さてどこ来るよ。522、なかなか優秀な変化球だな。うおー、スローカーブ、いやーそれ打ちたい。おお、マジかマジか、めちゃくちゃ変化するじゃん。よし、あーでも絶不調だからパワーがね。いやー、いい当たりだったけどな。ファンサービスしてくんないか。オッケー、解消。いやー嬉しいですね。2盗塁、3安打2盗塁、素晴らしい活躍ありがとう。よしよし、これで調子を上げていきたいので、遊びからカニ鍋屋、こちら行きましょう。こちら金徳本がもらえます、トリックスターなんだけれども、まだねその青徳、下の青徳まだ持っていないので、もらったところでではあるんですけれども、通う分にはいいでしょう。さあ今度は谷岡さん、さあ打ってやるぜ。打率423、変化球なんだこれ、縦スラとあともう一個落ちるの。そしてツーシーム、よし、うまい、おお、ツーシームがあるね。ツーシームうまい、あー伸びすぎか、あ
これでワンアウト。いや、いい打球だったんだけどな。で、調子が上がってるからランナーがいたらもう思いっきり強振で引っ張れと。縦すらもう一個が何かだな。まあ、可能性あるのはチェンジアップかただのフォークか。ナックルはないでしょう。うわー、完璧にやられたぜ。テープ出してしまった。やばい、1日1本めっちゃ点取られる。マジかよ。ツーシーム、あー、フォークか。畜生、全く同じやつを手出してしまった。よし、スタート。あ、これさっきのカーブマンだよね。めちゃくちゃ曲がる。スローカーブだったっけ。あ、全然違った、ナックルカーブだった。まあ、でも完璧に捉えてやるぜ。調子悪いからね、一発あるよ。よし、これはイン、イン、オッケー。いやー、1日1本打てると助かるね。いやー、オッケー、打点も稼げた。どうだどうだどうだ、ホームランで1点差。あ、スローカーブはこっちだ。オッケー、菅沼ね。うわ、危ねえ、すげえ曲がる。おい、でもちょっとあのスローカーブを打ちたいところではある。フォーク、さあ中谷さん、ゴー。いやー、球が速い。やっちまったな。あ、中田翔、おじいが阪神来たから FA で逃げてったんでね。負けたー。いやー、これはちょっと悔しいな。1本だけか。まあ、打点も上げられたからね、いいとは思う。リーグ最速のホームラン10本ですね。 OK、 ミッションクリア。さあ、ミッション来るかな。マンスリースラッガーいいでしょう。16本、あと6本か。結構きついね。でも星4ミッションならばね、アイテムがもらえるのでやりたいと思います。ということで、お出かけカニ鍋屋29回目、通ってるね。5万だよ、5万、めちゃくちゃするじゃん。でも最近 OB 全然見てない気がする。気のせいか。お、調子が普通になった。オッケー。では、なりきりプレイいきましょう。さあ、ゲッツ行こうぜ。さあ、ゴーイ。オッケー。よし。オッケー。ナイス守備。おじいのファインプレーを見せつけてやったぜ。そして、菅野さんか。おじいの苦手な。ウェイワンシーム。ちょっとタイミングを見てしまった。スライダーを気をつけよう。それ。いやー、あれ、思った以上に曲がんなかったな。ワンシーム、いやー、ダメか。うまく打ったんだけども。さあ、第2打席チャンス。これは打ちたい、打点を上げたい。いや、いい球だな、いい球だ、素晴らしい。よっしゃ、コロコロ、よし、2打点、ナイス。オッケー、走っちゃったわ、二塁まで。おっと、第3打席。待て待て、菅野さんからしっかりと打ちたいところだ。ワンシームね。オッケー。スライダーがちょっと怖いんだよな、引っ掛けそうで。おっと、このワンシーム完璧ですわ。手が出なかった。スライダー、いやー、スライダー分かってたのに。中田翔の背番号が24だってよ。吉野監督からもらったんかな。さあ、来いよ。あ、ピッチャー変わって、菅沼、菅野から菅沼へ。いや、でもいいピッチャーだよな、この菅沼も。防御率 0.00 ってマジかよ。強振だわ、もう。パワキの力を見せろ。パワキ、逆境、意外性、降格、惜しい。いや、ストレートだと思って振ったんだが。フォーク、ケイ、バッティングカウントや。よっしゃー、スローカーブを超うまく打った。いや、畜生、
いやスタンドインだと思ったんだよな、気持ちだけはある、ある。おお逆転、さあ来い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 、あやべ、うわーこれ打ったらかっこいい、打ったらかっこいいぞ、ういシュート。さあいやーっちまったよ、うーわーやっちまった、最後活躍したかった。いやー気持ちいい、今スタンドイン逆転サヨナラホームランだったんだけどね、気持ちは。おい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 、怒られないのか今の、今のが怒られないのか、おじい。あそうだ、今日千里の誕生日だ、おじいさん今日は時間を作ってくださってありがとうございます。いやーこれはささやかなプレゼントです。おい子供たちはどうした、覚えててくれたんですね、ありがとうございますおじいさん、ささやかなプレゼントを手渡した。いや可愛いもんな千里。おい子供たちはどうした、まさか2人でそのまま夜の街へ行ったんじゃないだろうな。3人目を作る気か、ショッピングモール行きましょう、ちょっと買いたいものがあります。ささやかなプレゼント、こちらなくなったので買うのと、酸素カプセル1000万、1年間しか持たない酸素カプセルとは一体。そしてマイダーツ、こちら買っておきましょう、この前壊れたのをそのまま忘れていたということで、オッケー。さあ地方球場で広島とか、オッケー。待て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 、絶対勝たなきゃダメだろ、マー君だマー君だ、ライバルマー君だぜ、やべえやべえやべえ。さあ行きましょう、まずは完璧に打ってやる、スロースターの間に1本目を、おいシュートかよシュートかよ、甘いな、落ちる球うまい、いやーうわ結構うまく打ったと思ったんだけどな、かなりうまく打ったと思ったんだけどな、抜けなかったか、スプリットね、 OK。 確かツーシームだよね、ツーシームと、おいそれと、危ねえ。でもマーク劣化したね、147のBB ですね、よしよしよし、今いくつになったんだろうマー君、これもう35ぐらいになったんかな、いやーこれも伸びすぎか、中途半端だな、阿部ヒーだからこそうまくポテンで落ちてほしいのだが、一球入魂切り込み隊長、芸術的な流し打ち、オギー早く阿部ヒーの上も欲しいですね、アンダー製造機、うまい、いやー切れる、切れたか、やべ打率4割切っちったじゃん、いやー差し込まれた、もったいない、いや今入ってきたなと思って手出しちゃったんだよね、いやーそろそろ1本打っておこうぜ、ちょっとちょっと差し込まれすぎ、よしよしよし、打点稼ごう、カットボール、あとツーシームでね多分ね、落ちるのが何だろうか、さあパワー飛行格、いやー最低限との仕事、まあ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 、まあ、OK、 やべえマー君に完全に抑えられたわ、快勝、いやーもったいないですね、ノーヒット申し訳ない、でも打点上げたから許して、おお怒られるか、いやー悔しい、おミートが上がった、これで多分ミートが C になったかと思います、いや嬉しいね、さあいきましょう、則本さんか、今度は結構厄介なものが多いぞ広島フォーク、この則本さんもスロスターか、結構いい選手ってスロスター多いよね、打ててね、スロスターの間に打っときたいのに打ててね、お1点同点、いやー強振するタイミングを迷ってしまうよ、スローカーブ、でもスローカーブ1であの変化か、
結構えげつない。よっしゃ、あー伸びすぎか。これでワンアウト。今度野間さんセンターね。さっきレフトじゃなかったっけ。来た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 。ツーアウトランナー二塁という場面で強振だと嬉しくなるおじである。よっしゃー、うまく拾ったぜフォークを。やったー、フォークを打つおじかっこいい。強振だとやっぱ楽しいわ。早く盗塁を確定させちゃおう。いや気持ちいいホームランをありがとうございます。もう一本。あ、濃紺加藤さんや。いや濃紺加藤さんもね結構ね打ちづらいんですよね。フォーク、嘘、縦スラーにツーシームに。うわー、おられた。ちくしょう、意外と加藤さん苦手である。よしよしよし、打点を上げよう、打点を稼ごう。あ、やっぱミートも C になりましたね。 CCC よっしゃー、イエーイ、完璧、あざーす。いやー気持ちいいわ。勝ち、危な、決勝ツラー、あざっす、勝利、嬉しいですね。完璧なホームランをありがとう。5打点めっちゃ稼いだじゃん。まあでもツーランとスリーランですからね。あー、バットが折れた。新しいおじいモデルバット、あ、そうだよ、たくさんあるもんな。あー、おごり、あ、ありがとうございます。中谷さん、おごりの飯はもちろんついていきます。さて今日あともう1試合かな。カニ鍋屋30回目、レベルが上がりますね。やったぜ、5万円のカニ鍋を毎回食べる。常連割引とかないのかな。イエーイ、取材を受けるようになった。よしよしよし、金も入ったしファンも増える。さあなんだい、今月の MVP は誰だ。さあどうだ、呼ばれるか。イエーイ、12本30打点、3割9分、3割7分3厘。うわー、外さんも打ってんな。333のギプズ25打点、マジか、そんな上げてるか。まあおじいが一番だからね。調子は好調になった、いいよ。さあ本日ラストも気合を入れて、あと3本で255。よっしゃー、オッケー、綺麗に、これが毎回できるとオッケーです。さあ行きましょう。うい、作成オッケー、いくぞ。外される、外されたらダメや。いやー、ちくしょう、綺麗に外されたね。まだだ。いやー、ボール球もったいない。しっかりと打っていこう。同点、同点でおじいがランナーに出る。うーわー、いい当たりすぎた。綺麗だな、まだまだだな。おっと、いやー、これはちょっとやばい。お、変化レベル342。いやー、やべ、頼む。あー、負けた、惜敗。わー悔しいなー。今日はここまでか。連続打点も止まった、マジマジか。待って、そしたらお出かけでカニ鍋屋行きましょう。33回で金徳本がもらえます。今日はもらえないけれども進めるだけ進めておきましょう。いや、いいね。そしてパリーグか。パリーグはパーッとパナだけに。よし、わ、次首位攻防戦だね。ヤクルトがね今ね3ゲーム差で独走してますね。これは困った。お出かけ能力研究所行きましょう。これでさ、もしかしてさ、能力を成長させて伝説のさよなら男があったような気がするんだ。ありましたね。オッケー、やったるぜ。
さあミッションスタート。よかった、今日見せ場がねないかと思ってたんですけど、サムネの場所を見つけてホッとしておる。さあって言ってもさ、これささよならのチャンスを作るために今からミッションスタートダメなんじゃね。もう帰る時の方が良かった説あるな。ということでお出かけ、学校行っちゃいましょう。学校へ行く。あ、おじいの子供みたいな人だ。あ、タイガースの二塁手の人だ。なんでここにいるの。おや、どうしたんだい先生。タイガースの二塁手の人がいる。おいおいおい、おじいの名前知らないのか。また来てね。なんかあんのかな、もらえんのかな。あ、調子が上がるだけ、ファンが増えるだけ。ガキンチョのファンが増えてもな。ということで今日はここまで。ホームラン12本、打点30、盗塁19、ここまでは順調に来ております。しかし打率がちょっと低いですね。この目指せ4冠を頑張っていきたいと思います。そして勝負を決める男、伝説のサヨナラ男、残り30試合でサヨナラヒット、嘘、サヨナラホームランを打つということで頑張りたいと思います。ということでバイバッチ。